皆さんこんにちは。今、北海道函館市のお隣、北斗市七重浜という場所に来ています。今回はここに、ある貝に会うためにやってきました。全然珍しい貝ではなくて、今から見てもらう写真の中にも隠れています。探してみてください。この写真の中に、巻貝が隠れています。見つけられますか？時間は10秒です。いきますよ。よーい、スタート。終了です。皆さん分かりましたか？答えはここです。ここ、こんな貝がいました。え、地味ですって？はい、そうですね、地味ですね。黒や茶色の殻に縦の筋が入っているのが特徴です。この殻の様子から、黒筋むしろという名前がついています。前方に顔があって、その触角の根元に目があります。頭の上には水管という管が伸びています。こうして見ると、殻は地味ですけど、結構愛らしい顔じゃないですか？普段は砂や泥の中に隠れていて、食事の時や交尾の時にはもそもそと這い出してきます。では、一体どんなものを食べるのかというと、他の生き物、貝とか魚の死体です。海の掃除屋の一員ですね。今、一番左側の個体がシラスを食べています。顔の下から一本、水管とは違う管が伸びているのが見えますか？これが口です。今、引き込んだ部分ですね。この口の先で肉を削るようにして食べます。一生懸命食べてる様子は可愛いですね。数はたくさんいるんですけれど、何せ小さいことと地味なこと。何より人が食べ物にするわけではないので、今まであまり研究されてきませんでした。なのでわからないことも多いですが、逆に言うと、新発見もまだまだありそうな、夢と希望に満ち溢れた貝です。見かけたら、気長に眺めてみてください。それでは、さようなら。